ってくると思ったけど重たすぎて持ってくれなくて、うん、小さいのにしちゃったかな。調理道具は？調理道具はいらない。言ってないですよ、英語もイエスしか英語も全然わかんなかった。でもあのスリー、多分袋が3ドルみたいな感じだったから、袋が3ドルっていうのしかわかんなかったから、イエスって言ってみた。歯磨き粉とかあるの？歯磨き粉持ってきました。シャンプー、薬いっぱい持ってきました。やっぱ松木女から日本の女が多いのかな。どこ行きたいの？ダイソーです。何買うの？いや、なんかダイソーに行っとけばなんかあるかなと。あ、これもなかったみたいな。ダイソーいくらかな、何元なの？確か180円だったかな。いや、忘れました。見てきます。結構いくらなんだろう。日本とほぼ一緒ですね。そうだね、ゴミ箱とかいらないの？これハンガーとかも、ゴミ箱どうしよう。袋でやっちゃって、でも持って帰れない。ちょっとでかいか。ちょっとでかい。画面の絵に台湾感が全くないんだよ。全部日本語だから。お箸とかもある。割り箸じゃない普通のお箸。あ、お箸いらないです。いらない。あれ、また1個上あるって書いてあります。何回あるよ。何がある？未来さん、はい、調理器具も充実してますけど。本当に買わなくていいですか？大丈夫です。ダイソーはいいと思います。
何その感想。あとはサブトン、サブトンですよね。でもスプーン大きくなっちゃうな。可愛いけどね。はい、でも袋大きい。でも持って帰れるかな。あと1個の、あと1個袋持つでしょ。持って帰っちゃっていいかな。持って帰っちゃうか。ピンクがいっぱいだった。よいしょ。これで。お買い上げ。はい。私ここはどのぐらいかかるんだろう。じゃあ買ってきます。ふかふかです。無限に勉強できそう。はい、何時間でもできます。痛くならないから頑張ります。袋だけ現金じゃないと払えない。全部現金でいいよ。はい。多现金可以。もう両替しないと。そんなお金使ったっけ。